正直嘘つきはあんまいらねえんだけどな。うん。どうする？どっち？嘘つき。グランプリ正直使えるもんね、レベル嘘さんだし。預けて。はい、もうエイティは絶対いるでしょ。よっしゃ。もうライク、ライク確定。もう持っていく。うん。で、ブラッキー、はい、まあ、何体にライフを。もう、まあ、4体決定。はい。じゃあ、そっち。まず、解放に時間かかるね、でも。解放に時間がかかる。さあ、じゃあ、もう一個の。バッチ、なんていうのあれ。ID ディスク。ID ディスク。スイ君はどういる?いや、いらない。でも、スイ君だったらやっぱり、あれなんだよね。エンティが欲しい。うん、買った。エンティが欲しかった。欲しかったね。ひまわり。ひまわり特性。翼で撃つと、チャイコギーでいい。俺らエイフィーがエースだから。ひまわりいらない。いらないな。まあ、あわよくばだな。翼で撃つで死ななかったら。大気構成。バッチでしょ。まあ別にゲットしてもいいけどね。タイプの方があるし。うん。でも草は使い勝手が悪い。使い勝手が悪い。さあ本当に気回り悪いけど。弱点がそもそも多い。さあ多いもんな。飛行、炎とか、毒にも弱い。ね。あ、死なないんだ。意外と強いな、ダッコ。あ、ソーラービームしてくるかもな。一発でできる。ソーラー。おう。これじゃ捕まえないんだ。そう。多分捕まえない。お、捕まらないんだ。うん。捕まえない。案外、だからそういうもんなんだよ。だから気回りはそうでもないからってことじゃないの。そう。悪いけどね。そうでもないから。でも捕まえられる、ここに落としたみたいな。ライコン、雷を燃えさせる。あ、ごめん、怪しくてちゃった。ちょっと時間かかるわ。ライコンに雷を燃えさせればでかい。でかい。でも雷なんて災わしいんだ。うん、そうだね。そうか、うん。結局ライコを捕まえても電気タイプをしっかりさ、覚えさせないと意味ねえもんな。あと、先生の爪ゲットしたから、先生の爪誰かに戻そう。そうだ。え、爪は遅いやつに持ってる。エイフィーかな。エイフィー早いから。誰だ？ウソッキーでしょ。ウソッキーは今、戦力が。いや、ごめん、戦力が。グランブル、グランブル。グランブルに出そう。グランブルはそんな速いイメージだ。ブラッキーは
早いイメージあるか。うん。マンタインも結構早い。グランブルだったさ。全然強持ってた。持たせる。ライコ。ライコ。グランブルだよ。オドシーあんまり早い。そうだね。オドシー何持ってんの今。あれだ。学習装置だ。いや、ブラッキー。全部ブラッキー。シルフのスカーなんだっけ、もう一回見て、あの、確認。ああ、モノマルタイプの技。うん。いや、でかいよな。やっぱ持たせるな。うん。まあ、もうグランブルでいいや、全然。学習装置を、でももう、ちょっと待てよ。ブラッキーでいいか、ちょっと待て。もうブラッキーレベル上がってきたから、落としに持たしたい、学習装置。落とし。学習装置。お。で、どうしようかな。ブラッキーってノーマルタイプで技はないね。ない。マンタインは突進あるじゃん。突進じゃ、まあ、持たずに越したことはない。うん。じゃあ、シルフのスカ。よし、じゃあこれ行こう。持ってる女王様来ました。うん、はい。ヴィーナスだ、ヴィーナス。よし。さあ、再戦。ヴィーナス再戦。来たぞ。あ、強いね。47! 47、強い。スイ君を、まあ、できれば、ゲットしたいですね。したいですね。お、突進すれば。突進？まあ、あれも持たしてるから。ふくりん。いや、翼で撃つを、そうだ。切れ払う。ふくりんはサイコキネス。はい、強い。強い。はい、強い。強すぎんだろ。アブソルとかはいつ出てくるんだろうな。ゲットできるはずだ。そうか。ライチュウ。ライチュウも結構レアるんだから、ね。ただ、ダークポケモンではない。だ、効かねえなぁ。あ、メロメロ。あー、来たよ、それ。もう、厄介。女と男に。綺麗派な女だ。スライチューの雷が怖いな。変えるか。変えよう。グランブラッキー。どうするラッキーでよくない。ラッキー。とりあえずラッキー。で、エーピー。最高級。スッキー。あれ？あ、メロメロだっけ？そうだ、メロメロだ。もう早く言って。ああ、もうちょっと早く言ってくるし。え？あれ？できんだ。できる。あ、そう。切れ花にできる。いや、切れ花にメロメロなんだ。うん。メロメロって、メロメロじゃない時もあるんだ。うん。ない時もある。これ金銀から変わったとこじゃない？うん。そうだ。風魔の。どうだっけ？やばいぞ、やばいぞ。じゃあ、ブラッキーの噛みつくで大丈夫。うん。そうだね。指先。だから、こいつらだねえよな。うん。この二人。この二人の強さが尋常じゃねえ。尋常じゃない。あ、来た。もう、倒しちゃっとけば。まし。うん、しかもシンクロかよ。お、いいね。やっぱここでひるむよ。ひる
妖精。おっ、出た出た、ました。さあ来たぞ。よし、第一も倒したし、さあ水空に集中できるね。水空だけ。まず寝させよ、脅しの催眠術。水空すごいってあったと。ブラッキーは神だね。うん、で、レイフィーを脅しに向かいます。脅しは催眠術を食らったため、うん、どうにかして出させない。そうだ。お、来た。うん、まあまあまあ、これぐらいの危機で OK。 あー、怖い。聞くぞ。もうでも、なんか効かないな。選んでるな、体育。そう、ダークラッシュめっちゃ効くな。噛みつく。ひるむ可能性もあるからね、噛みつきは、うんうん。で、脅しは催眠術。おぉ、これは。よし、効いた。え、ね、マジかよ。いやー、これが効くんだよな。立てることもあんだよ。違う、違う。30。まあ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 。月の光。頼む。頼む。なんでやねん。50% だよね、50%。もう。寝てくれよ。もう嘘だろ。だからお前は信用ならない。全然信用ならない。だからもうどうせ俺は信用できないんだよ。そうですよ。催眠術4回外しとか、もうふざけなよ。さあどうする。ダメ。なんか水が効かなそうな満タン。もうダメだな、うちのポケモン。ダメだな。波の効かないじゃん、満タン。もう月の光が。やばいっす。毒毒す。いや、毒はね、毒死しちゃうよ。うん、でも混乱でも、やばいから。もうまったらもう投げちゃうな。投げるかも。10個あるし。捕まんないと思うけど。あんまり期待しないけど。ほら。これ、一回入れて出ちゃうぐらい。出ちゃうぐらい。はい、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 クラブ、はい、クラブ。おい、そうし！やった。やっ食らったよ。もうこれで捕まえない。これで多分眠ってれば捕まえるんじゃないんじゃないの。眠ってたら混乱とか関係ない。関係ない。にらみつけて、にらみつけて。そうそう、タイマーボールも効くんじゃない。うん、あ、出ちゃったよ。やっぱもうちょいなのか。もうちょい攻撃、うん、何がいいと思う。あ、防御力下げちゃった。あ、そうだ。どうする。どうすりゃいいんだろう。グランブル、ちょっと捕まんないな、全然。
自分で購入したけど、どうだろう。でも PP がないの、うん、PP8 だ。今年のポイント回復した。回復した。タイミング実。よし、聞いた。よし、聞いた。よし、これでもいけ。これでいけんじゃねえのか。もう、ほんと頼むよ。タイマーボール使い切っちゃった。はぁ、もうやめてくれよ。弱いほどじゃないもんね。うん。いやー、もう捕まんない。こんなに捕まんないの？そこまで捕まる必要があるかって話。ダメだ。全然ダメ。そこまでして捕まえる必要性があるのか。すげえもん。あれ、消費してると。ハイパーボール。根気よく投げ続ける方がいいのかな。どれが正解だか分かんないね。根気よく投げ続けるのが正解なのかどうか。そうだ。もうこういうのばっかりだよ、ほんとに。もうちょっとやー、マジでやめてくれよ。もうこういうのばっかり、ほんとに。捕まえてない。そうだ、もうちょっとでも、そうなんだよね。あとは、HP が下げられると。おなんで出ちゃうの？寝てるのに出るか。寝てるのに出るか、普通。麻痺の方がいいんじゃない？うん。よし、およし、これで寝たら、これで寝たらだ。条件的には。まあ、もう、普通にこれも、これでも普通に投げてみるか。うん、で、最後。頼むぞ、寝てくれよ。寝てくれ。まあまあまあ、もうこれでゲットできたらもういいんだよ、別に。うん、え？よし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 。もうこれで捕まんなかったらもう、もう、もう、うん、何？もうダメだ。もう、諦めるな。もう。もうハイパーも何個しかしてんだよ。だってもう混乱でもダメだもんね。うん、もう一回あと混乱したらもう、もう無理だもんね。あと3個。もうこれゲットできないならもうダメだ。え？おかしくね？何出るって、ボールから。ああ。もうダメ。もう諦めよ。ダメ。もう、何してんねん。もう、ちょっと待ってくれよ。おかしいの？もうないよ。一個しか。うん、あ、ネストボール。いや、弱い。弱いほど捕まえやすい。あ、弱いほどって弱ってるじゃなくて。弱ってるじゃん。そっか。おい、もうないよ。ないよ、言っとくけど。もうないよ、ねえ。麻痺の方がいいんじゃない？そうだね。電磁波も、とか、ああ、もうダメ。はあ、捕まえられない。あ、でも催眠術はうまい声に決まるな。スーパーボールでし、捕まんの？捕まんない。試してみれば。
まあな、暇だし。いや、でも暇じゃねえよ。もう何分撮ってると思ってんだよ。どんどん進めなきゃいけないんだよ。いけないのに。何分撮られてんだよ。そうだよ。スイク一人に。何なの？俺ら嫌いなの、スイク。そうだよね。もう、そう、嫌いとしか思えない。この捕まってさ。うん、だってさ、ライコ、ライコは、すんなり捕まってくれたぞ。確か1回の成功したやつ。どうなってんの？スイクは俺らに向かないってこと？おおーっしゃー、よっしゃよっしゃー、ようやってた。スーパーボールでなんとかなる。なんでハイパーボールで捕まんねえんだよ。そうだよ、そのシステム。恥ずかしい、そのシステム。はい、ありがとう。いやー、終わり。捕まんねえなー。強くなってきました。レベル53、4人、グランブル43、ライコー40ということで、うん、グランブルちょっと戦力外でもいいんだよね、そろそろ。そうです、ね、うん、まあどっかで変えるんだな、うん、あとはバトリアマ、はい、どうしました？85回まで行きました。何回あるうちの？100回あるうち。100回あるうちの80回を R35 が進めてくれました。個人的に。ということで、やっていきましょう。ちょっとでももうそろそろ終わりじゃないかな。そうですね。もうだいぶ来た気がしますよ。はい。じゃあどんどん内部に。入手していきましょう。ダルガタワー。ダルガタワー。バトリアマは、あ、そうだ。そうだ、この4つの、ポケモンね。はい。バッジをはめると、ここが開くと。はい。さあ、ここから今回始めていきたいと思います。はい。うん。他先に行かせようきにはいかないな。警備員かね。戦闘員。まあまあ、戦闘員レベルだから。まあ、そこまで強い。あ、42だ。強くない。まあまあ、ここは。虫だな。あっさり行きましょう。炎は。最初のやつに入れてないってどういうこっちゃね、お前。攻撃力下がるから、これで。あ、なるほど。でも、マンタインも下がっちゃうんだ。いや、アメモースの威嚇。アメモースの威嚇。あ、それが結構有効だと踏んでるわけですね。はい。はい、なるほど。バブル構成。バブルコース。いや、翼エコーです。まあ、どっちもそうかな。アメモース水飛行っぽい。まあ、でも、問題か。まあ、そう、翼で撃つだもん、しょうがない。さ、炎。明らかに炎いないのになんで水遊びしてくるんだろう。あ、ヘラクロス。まあ、起死回生とか。あ、ここか。ここでダークポケモン、ヘラクロスだったんだ。うん。なるほど。そうだ。あ、なんていうと聞きますね。まあ飛行がめちゃめちゃ弱いからエラクロスね。エラクロス。弱いよね。
え、でも、捕まえるんじゃない？あ、え、今なんで、どうしてこんなに言ったの？突進で。突進で言った。じゃあ突進もう一回だかな？じゃあ、アリアドス倒しちゃって。うん。あ、おいおい。え？なんで？あ、そうか。あ、そうだよね。びっくりした。ちょっと逆かと思った。あ、危ねえ。でも意外と危ねえじゃん。どうする？捕まえる？捕まえるよ、もちろん。変わらない。たださ、あ、変わらわりって格闘なの？うん。お、いい技じゃん。まあ大丈夫。大丈夫もいい。ええ。そうだね、格闘だから、まあ。いや、メガホンあったらやばくね？あ、やばい。まあ、あんのかな？まあ、あるのか確かめるた、うん。はい、捕まえた。あるのか確かめるためにも、だな。ハイパーボール。はい。もうずっと投げ続けて。はい。エーフィーはどうするの？なんもしないで。なんもしない。なんもしないでできない。なんもしないが、呼びかけるって何これ？あ、やっちゃった呼びかける。うん。まあ、捕まってる。はい。はい、よし、あ、こういう風に捕まってくれればいいのにね、一回で。うん、そう。じゃあ、ヘラクロス俺、あれかな。最終メンバーかな。じゃあ、決まっちゃったな、もう、これで。はい、現状決まってんのは？エーフィ、ブラッキー、マンタイン。グランブル。グランブルは戦力外。戦力外？あ、あの、出さないかな。エーフィー、ブラッキー、脅し、満タイ、ヘラクロス。ラクロス、あとは？なんだろう。ライコーでしょ。ライコーでしょ。はい、これで、まあ、最終メンバーにしようかな。あの、ヘラクロス。グランブルのところをヘラクロス。ね。グランブルのところ、毒は治ってないの？治ってない。死んでるよ。じゃあ、回復しに行くか。しゃあない。